蝶之助荘は、北半球の極地及び鉱山に生育する、捕虜性の常緑小低木で、バラカに属する。鉱山の岩場に群生し花も美しいので知られる。日本では、菅は蝶之助が、初めて採集したことからこの名がある。日本のものは一般に変種とされる。北半球のツンドラ及び、鉱山の砂れ基地に広く分布するが、特に石灰岩地によく生育する。 南方ではカフカス山脈、ロッキー山脈まで見られる。日本では南アルプス以北の鉱山に生育するが生息地は限られる。北アルプス、八ヶ岳、北海道など、アイスランドの国家、カナダノースウエスト巡州の花になっている。木質の茎が地面を這う。葉は楕円形で、上面が無毛で下面には白い毛が密生する。 夏に数センチの茎の先に花が咲く。花弁は白く、主相名オクタピートラは花弁が8枚の意味で、普通は8枚あるが16枚の場合もある。シズイは多数あり、白い羽毛状で果実になっても残り、これによって風で飛ばされる。気候学におけるヤンガードリアス及びオールダードリアスの2つのア表記の名前は俗名ドリアスにちなんで付けられている。 ヨーロッパにおける花粉分析でこれらの時代に本種の花粉が非常に多かったためである。これらの時代には北半球の広い範囲がツンドラとなり本種が繁殖していたと考えられる。ありがとうございます。